iPhone14 シリーズ発表日についての噂が出た。アップルイベントの過去の日程と新製品を振り返る。アップルイベントで発表される噂の新製品は。はい、どうも石原です。今回も iPhone14 の最新情報を中心にいろいろとご紹介していきたいと思います。では早速やっていきましょう。そしてこのチャンネルでは最新の iPhone の情報や Apple に関するリーク情報、さらにはガジェットレビューなんかの動画を定期的にアップしておりますので、ぜひ iPhone やガジェットに興味がある方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。iPhone14 シリーズ発表についての噂が出たということで、こちらは海外メディアの iDrops とか WCC F-Tech 各メディアが一斉に iPhone14 シリーズの発表日の具体的な日程について報じましたので、ご紹介していきたいと思いますけれども、 Apple は来月6月に WWDC イベントを開催する予定なんですけども、そこでは iPhone とかフラッグシップモデルなんかの最新のデバイスは発表されません。されるのは秋口に発表が噂されている iPhone14 各新製品についての今後のソフトウェアのアップデートについて発表するので、基本的にデベロッパーの会議になっております。で、 iPhone14 シリーズね、今年発売と噂されている中、数ヶ月先なのは間違いないんですけども、具体的に発表の日程が出てきましたので、皆さんにご紹介したいと思います。 Apple は今年の2022年9月13日に iPhone14 シリーズを発表するということがね、まあ、リークとして出ました。このリーク情報は、まあ、火曜日ですね、9月13日の火曜日になるんですけども、これを日本時間に置き換えますと、2022年9月14日の午前2時か3時あたりじゃないかというね、予測となっております。で、iPhone14 シリーズはね、Face ID のコンポーネントとか、まあ、フロントカメラが、フィル型のカメラカットアウトになったりとか、デザインがちょっとね、カメラバンプ部分が大きくなったり、本体サイズも少し大きくなるんじゃないかと、まあ、少なからずね、多少のボディデザインは変更する。で、内部はさらに進化するという感じになってますので、見た目上はね、明らかに変わった点といえば、ノッチレスになる iPhone14 Pro シリーズ。そして、カメラバンプ部分が大きくなると言われております。もちろん、今年から始まりました Apple イベントライブ配信も、このテック好き石原さんのチャンネルでは行っていきますので、ぜひ、秋の Apple イベント一緒に見ましょうということで、9月の14日、まあ、午前3時ぐらいなんじゃないかというふうに言われております。ので、あと残すところ、6、7、8、9。もう、4ヶ月余りとなっております。いやー、テンションが上がってきました。ということで、なぜね、9月13日、まあ、もしくは日本時間で9月14日だと言われているのかについては、過去の Apple イベントの日程を振り返ればわかることでございますので、ここでね、Apple イベントの過去の日程について新製品を振り返ってみましょうということで、はい、来ました。まずね、ちょっと遡りすぎたらちょっと時間がかかるので、まず2018年はどうだったのかみたいなところを皆さんにご紹介していきますと、2018年9月12日に iPhone XS が発表されました。XS シリーズね。そして iPhone XR、そして Apple Watch シリーズ4、そして HomePod なんかが発表されました。で、その年の10月30日に新しい Mac mini、そして MacBook Air、iPad Pro、これはオールスクリーンのデザインになりました。で、Apple Pencil がね、セカンドジェネレーションということで、第2世代の Apple Pencil が発表されました。で、2019年はどうだったかと言いますと、2019年9月10日に Apple TV Plus、そして Apple Arcade なんかが発表されて、iPad 第7世代、Apple Watch シリーズ5、iPhone 11、11 Pro、iPhone 11シリーズが発表されました。そして2020年10月14日、5G に対応した iPhone 12、iPhone 12 Pro、マグセーフアクセサリーとか、HomePod mini なんかが発表されました。そして2020年、同年の11月11日、MacBook Air、13インチ MacBook Pro、Mac mini を刷新しました。すべてに Apple M1 チップを初搭載した Mac のラップトップが発売されました。で、2021年、去年9月15日に iPhone 13 Pro、iPhone 13シリーズ、
Apple Watch Series 7とか新しい iPad mini とか iPad が紹介されました。やはり iPad mini がかなりね、記憶には新しいというかね、衝撃的なサプライズであったと思います。そして同年の10月19日に M1 Pro または M1 Max チップを搭載した新しい MacBook Pro、 そして AirPods ね、第3世代、そして HomePod mini の新しいカラバリが発表されました。また6月とかね、4月にもアップルイベントは行われているんですけど、今回はね、こういう経緯もありまして、新しい iPhone は毎年9月に発表されて10月頃に発売される見込みだとされております。毎年そうなってます。なので今回の iPhone14 ももちろん9月ということで、9月の第2週目に当たる火曜日、もしくは日本時間で言うと水曜日の、まあ、早朝という形になるのではないかと言われております。で、これだけじゃなくて、じゃあ秋口に iPhone14 が発売されるならば他にどんな新製品が発表されるのかというね、噂も出ていますので、新しい、現時点での新しいリーク情報とともに皆さんにご紹介したいと思います。アップルイベントで発表される噂の新製品は、まずね、 iPhone14 シリーズです。 6.1 インチの iPhone14、 6.7 インチの iPhone14 Max、 6.1 インチの iPhone14 Pro、 6.7 インチの iPhone14 Pro Max、 仮、これが発表されると言われております。そして AirPods Pro 第2世代、はい、来ました、ようやく来ます。 AirPods Pro 第2世代、去年発売されるかどうかみたいな、そして今年の春にもしかしたら発売されるかどうかみたいなね、話がありましたけれども、ありませんでした。今年の秋口には、まあ、AirPods Pro、まあ、来るだろうという噂とかリーク情報はかなり高い、可能性が高いと思う。僕自身ももう今年の9月には AirPods Pro 第2世代もう来ると確信しています。うん、99% 出ると思っております。そして Apple Watch Series 8、毎年ね、 Apple Watch はね、まあ、アップグレード、まあ、iPhone シリーズみたいにフラグシップモデルが毎年出ていますので、今年も Apple Watch、シリーズ8が出ると言われております。で、今年こそはね、フラットなデザインになるのではないかという可能性が高いとされております。そして他に何が出るのかというと、 Mac Studio Pro っぽいデスクトップマシンのプロバージョンが出るのではないかと言われております。iMac の24インチが出ましたけれども、 iMac の27インチじゃなくて、 iMac についての新製品というか、 Mac Studio が iMac デスクトップの代わりみたいな形で今年の4月に出たので、 iMac、まあ、5K の27インチと32インチはちょっと厳しいんじゃないかと言われているので、もしかすると Mac Studio Pro なんかが出るんじゃないか。そして M2 チップのね、発表が多分6月ぐらいにあるのか、もしかしたら9月に M2 チップの発表があって、そのまま M2 チップを搭載した新しい Mac のラップトップが発表されるんじゃないかという状況になっております。このラップトップはもちろん M1 チップを初搭載した MacBook Air のように、M2 チップを初搭載した MacBook Air であることが、まあ、可能性としては高いと言われていますので、まあ去年よりもちょっと新製品のラインナップ的には、まあ、iPad どうかなっていうとこなんですけれども、 iPad は現時点ではちょっとまあ噂にはなっていないので、まあ今年 iPad はないのかなっていう状況でもあるんですけど、基本的には iPhone14、まあ、iPhone のフラッグシップモデルが発売されて、まあ、Apple Watch、 そして Mac のラップトップ関係がまあ中止になっていくのかなと思っております。あと4ヶ月余りとなったアップルイベント、9月、まあ、14日午前2時か3時、過去仮ですよ。もちろんね、ライブ配信しますと、冒頭でお約束した通りね、ライブ配信しますので、ぜひね、まあ、9月の、まあ、14日、まあ、中盤あたりのアップルイベント、楽しみに日々 iPhone の噂とか、まあ、ワクワク情報を皆さんと共有できればと思っております。はい、ということで今日も iPhone14 の最新のリーク情報とかニュースについて皆さんと情報を共有させていただきました。今回の放送がもし良かった、石原頑張ったなと思う方はぜひいいねよろしくお願いいたします。皆さんのいいねがなかったらいつこのチャンネルが終わっても過言ではございませんので、いいねで僕のモチベーションは上がります。そしてチャンネル登録していただければね、僕のモチベーションがさらに大きくなりますので、ぜひね今後ともよろしくお願いいたします。
でまたね、僕はあのサブチャンネルの方を運営しているんですけど、サブチャンネルで最近ね GR86 というスポーツカーを買いますという動画をね最近上げております。で GR86 のスポーツカー買います。でサブチャンネルの方はね、このテック系チャンネルとは別に、まあ、いろんなライフスタイルとか僕がハマっていることとか僕が買ったものなんかをね、こちらのチャンネルではね、サブチャンネルは情報を公開していますので、ぜひね、このテック系、基本的に iPhone のことなんですけど、別に、まあ僕のね、まあ裏側、バックサイドストーリーみたいなことで楽しめるチャンネルとなっておりますので、こちらのね、石原さんの世界観というサブチャンネルも、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。